外崎チャンネルソフトバンクプロテクト選手予想ね、まあ、山川選手が、はい、まあなかなか決まらなかったけどね、うん、まあでももうソフトバンクしかなかったからね、はい、まあ情報によると本当に身辺調査をめっちゃやってたらしくて、はい、まあ今後ね、はい、民事とかで訴訟の続きが行われないかとか、うん、いろんなことをそのまあやってたらしくて、はい、まあここまで遅くなったっていうところで、うん、まあホークス今日しかなかったからね、はい、まあWBC かなんかオールスターかの練習の時に発した、はい、言葉が、はい、まあ現実になったっていうね。そうだからびっくりはしないですよね、うん、全然、うん、情報的に言うと4年5億4年20億4年なんか16億とか書いてるところと20っていう、うん、だからそこ出来高も入れたら総額20億なのかもしれないし、はい、っていうね契約になるっていうね、はい、まあところではまあね1年半前ぐらいの山川の思い通りのね、はい、結末になったっていうところでは、うんまあね、ここまではもうよしとして、まあ、別にそのサプライズでもなんでもなかったね、はい、まあもう規定路線だったからね、はい、あやって決まったなっていうね、早く決まってくれて、うん、俺らのこのね、プロテクト選手予想するんだから、早く決めてくれよって逆に思ったけどね、はい、うん、まあソフトバンクだとは思ってました。はい、まあというところでね、うん、今、ざっと何も考えないで、プロテクトする選手を、これ、今から上げていくね、はい、ピッチャー、津森、又吉、東浜、有原。武田翔太、甲斐野、和田、大津、石川修太、尾形、大関、藤井耕也、坂東、田浦、松本、笠谷、田上を17人、はい、ピッチャー、はい、でキャッチャー、うん、甲斐、谷川原、2人。はい、でまあキャッチャーは西武も古賀が今レギュラーいて住谷も取ってるから、あ戻ってきましたしね、そんなに積極的に取りに来ないんちゃうかと。確かにそれはそうですね。でもし万が一取りに来られてもやっぱ谷川原はやっぱりいるしね、まあ打力もあるからね、そこはちょっと残しておきたいっていうね。嶺井選手は入らない、もう入んない、入んない、多分絶対取んないよ西武は、絶対取んない。で内野手川瀬、今宮、牧原、三森、周東、井上、野村勇、近藤、中村晃、柳田、栗原、柳町、生美。だから野手はキャッチャー含めると123456789101112131415人だから全員で合わせると32人になりました。28ですよね。だからここから4人削らなきゃいけない。多分これはプロテクトしたいと思うのよ。正木選手とか入ってないんですか、もうすでに入ってない、入れれません。28って結構きついとこですね。だ昨年ドラフト1位のイヒネも入ってないです。あ、本当だ、はい、でもよ野手で考えると、はい、まず野手、うん、まあ甲斐、谷川原は外せないと思うんだよ、ここはね。取られちゃったらね、もうで川瀬は外せないでしょ、はい、今宮も外せないでしょ、で牧原、今宮外すから外しても取らへんやろ。でもその万が一取られたら、取られたら相手の牙を奪うってしてるから。そうだね、だから使わなくても取るっていうね、ソフトバンクを弱くするっていう戦法もあるから。今宮選手もなんかベテラン感ありますけど、まだまだですから。31ですか。そうですよ、30ぐらいです。川瀬、今宮、牧原、三森、周東、ここはこれはこの5人は絶対外せないじゃん、硬い。で井上は今年でも栗原が怪我してリチャードもダメでサード出てきて、ここから若手の右が特にいないから、だから今年も広瀬をね取ったんだけど、右がとにかくいないから、そういった中ではドライチじゃん、花咲徳栄あるから。これ多分抑えとかなかった場合、西武井上一番で井上取ると思う。取ると思う、絶対に。花咲だし、なんだっけ、どっかの何かの YouTube の動画でソフトバンクの選手たちにインタビューしてる動画があって、ネクストブレイク選手は誰ですかってインタビューだったんですよ。そしたらほとんどの選手が井上って答えました。多分それで素材もこう実力もいいんだと思います、うん、絶対井上は残ると思う。これは絶対離さないと思います、うん、でやっぱ野村勇も内外野守れてっていうところでも、まあ残しておきたいからね、うん、近藤、はい、で中村晃、うん、柳田、はい、栗原、柳町、ここは外せないよな、外せないですね、普通に考えてね、うん、もしここ空いてたら速攻取られるよな、はい、しかも外野が欲しいしね、はい、で生美も外せないと思うんで、やっぱこっからの、うん上り上司でしょ、若手でいうと、はい、出てきたところですからね。で、ピッチャーは津森外せないでしょ、はい、津森、又吉だってもうリリーフじゃん。東山、有原、武田、甲斐野、和田、大津、石川で尾形はね、こっからの伸びしろ型だから、で大関でしょ、藤井、坂東、田浦、松本、勝也も左いないじゃん。で田上も若手の中ではかなりね、いい評価が出てるから。でも4人外さなきゃいけないのよ、こっから4人ってなった時に、これはもう心を鬼にして1組ね、野手2人ピッチャー2人で考えると1組と野村勇だよね。外れるとしたらもうベテラン、前巨人がもうベテランだから取らないだろうと思って長野選手を外したりとかあったじゃないですか。だから取られてんじゃん、取られちゃったんですけど結果それベテランをとかじゃなくて、もうだってもし誰外す野手だったらベテランって言ったら中村晃とか、中村晃とか 100% 取られる。まあそうですね、別にファーストいないからね、山川いない子だって。確かに中村晃外したら取られちゃいますね。きっちり取ると思うよ。で外野も守れるからね、中村晃。そうですね、いないな外せる人ってなったら、もう生海か野村勇になるじゃん。でもギータが野村勇をネクストブレイクにいい選手ですって言ってあげてましたよ。でも今言った中で4人外さなきゃいけないから、でピッチャー2人だったら、誰外す？笠谷、武田翔太、でも移籍したチームで活躍するってことたくさんあるから、武田翔太か笠谷か田上どっちかじゃないの。どっちもいいけど、でも2人外さなきゃいけないんだよ。いや武田投手外れる気がするな。そうするともう1人、尾形外せんよな。いや笠谷か田上どっちかしかなくない？他いる？外すのいないやろ。待って、笠谷西武がどこ取りたいか、ピッチャーも後ろいないからね。笠谷投手が今年8試合で 1.59、 いいのよ、いいですね。尾形投手は24歳、まだ若いしな。12試合で 4.00 だけど、まあでも若いしな。谷川原とか外す？思い切って取ってこないだろうっていうのを踏まえて。確かに住谷選手取ってますしね、でも谷川原選手って今いくつだ、26でしょ。住谷柘がいて、古賀がいて、3枚いるんですよね。そしたらキャッチャーは出た時に、これは多分西武はキャッチャーで欲しいじゃなくて外野で欲しいから、外野で使う可能性あるから、だから取られる可能性あるんだよね。なるほど。で見たら多分ね、下に渡辺陸がいるんで、フロントワーク的には渡辺陸行くんじゃないみたいな感じで外すんじゃないですか。谷原、武田、谷川原、生海、野村勇外す4人、こん中から4人やで、4人外さなきゃいけないんだよ絶対的に。こん中から野村勇とか取られないかな。いい選手だけどな。まあでも西武考えるとサードファーストですもんね、と外野ですもんね。そっか、野村選手今年そんなに打ててないのかそれかもうピッチャーの田上が勝也どっちか外すしかないか、尾形、笠谷、田上の中で誰か1人と武田、野村勇、生海かな。東浜が外れることないですか？いや外れた、絶対取るで。取られちゃうじゃない。西武あんだけ投手がいて、だってピッチャーはいて困ることないからね、でしかも来年もしかしたら高橋光成いなくなるから、確かに。そしたらやっぱり今年取っとって来年もっていうね、ところで、しかも今の西武のローテーションで言うと、高橋光成、今井、松本、平、隅田でしょ、もう一枚いないんだよ。今年エンスとか言ってたけど、で与座があんまりだったじゃん。だからもう一枚いないところに多分竹内がね入ってきてくれればいいなっていうところを東山で6倍も抑えれたら、これはありがたいぞ。いやだしソフトバンクも今先発が足りてないってところで、東山は絶対外さないですよね。でいなくなったらもう嶺井はそもそも何のためにソフトバンク行ったんやっていう。先発の重要どころで武田は外れるか。武田年齢みたいなね、東山投手次34の年とかですからね。そうなんです、数年なんですよ。いやそれでも今年のやっぱソフトバンク先発がでもいいじゃん、数年目だから6枚目7枚目のなんかあった時の次来るのがね、渡辺とか与座とかだからね。でまあ竹内もね、未知数でもあるからね、それ空いてたら行くやろ。そんなこと言ったらもう和田になる。いやでも和田投手今こう本当にいいところ一番いいんで、本当に外せないですよね。武田、そしたらやっぱもうリリーフ一人やっぱ外すしかないですかね。尾形、田上、笠谷、東山。ファンの皆さんどうですか？誰です？誰28誰決めます？決めれますねえ。やっっぱでもそうしたらリリーフ投手尾形投手とか、うん、いや笠谷投手もやっぱいいしな。いや僕笠谷投手は絶対守られると思うんですよ。長谷川を取ってきたってことが左がやっぱり。じゃあ頼むね。じゃあ尾形外す。尾形投手。尾形外そうか。尾形外そうか。尾形武田野村勇美育美外そう。うん、これの佐々木チャンネルのプロテクトは28位にしよう。そうですね。田浦投手もまあ必要ですね。これは絶対外せないですね。左がいないからね、田浦一人で後ろもね、頑張ってる感じだからね。しかも加山もね、戦力外にしたっていうところもあるからね。さあ岡田投手か。でいこうということで、じゃあ誰が西武を選ぶのか、佐々木チャンネル佐々木が勝手に決めます。はい、西武の人的保障選手は野村勇選手。うわーやっぱりー。いや内外野守れて、右でしょ、長距離も打てるでしょ。俺野村にとっても俺は西武行った方がいいと思うよ。まあそうかもしれないですね。去年おととし結構使ってくれ、あ去年結構使ってくれたけど、今年そんな言うほどなんか目立った起用法は俺の記憶だとないんだよね。1割6分でも誰2軍だと43打数18安打4割1分9厘だからね。無双状態で、まあ、1年目はね2割3分9厘ホームラン10本だって、誰以来だったっけ、なんか新人2桁ホームランはね、めっちゃ久しぶりなんだよね。マッチでもできなかったっていうところでね、そういったところでは内外野守れて俺は西武にめちゃくちゃフィットすると思うし、本人にとっても俺はいいと思うね。出られるチャンスが多いかもしれない、でしかも井上、ね、行こうとしてる、で広瀬君も取ってきてる、ただやっぱチャンスがちょっとずつ減ってくるやん、はい、その中で本人にとってもいいから、俺はこれでいいんちゃうかって思うんだよね。外れるかな、プロテクト外れるかな。でももしでも野村を入れるとなったら他誰か外さなきゃいけないからね。そうですね、だからそれをまず野村はないよとかって言う人いるんだけど、じゃあまず28で決めてくれと。そうですね、こんな難しいねんと、その中で外れたところを誰が行くかになるからね、完全にね。外れてたら野村勇選手が外れてたら西武はもうすぐ取りに来そうなんだ。だって今宮が外れてたら今宮を取って、今宮サードでもいいからね、ショート源田、今もしくは今宮セカンド、サード外崎でもいいから、今宮サードでもいいから、それ使い勝手あるから、外れてたらそれはいくやろっていうところも外さないでしょうね。だからね、そういったところで今回ね、山川 FA の人的保障としてはこういうプロテクトになって、その中でもし余れば野村選手ね、行くんじゃないのかなっていうね、ところの佐々木予想、もしくは谷川原外れてたらキャッチャー要員ではなくという外野もできてキャッチャーもできるっていうところで、まあ3人目の捕手として置いてたらいいからね。外野もいないしね、だから谷川原か野村勇、ここをちょっとね、そうですね、佐々木チャンネルとしては予想したいと思います。はい、ね、皆さん意見がある方はコメント欄で同じようにやってみてください。はい。